皆さんこんにちは。プロレス観戦動画を上げているアイムです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は週刊プロレス2023年7月26日号ナンバー2253について話していきます。会場で見た大会が2つあり、その詳細も話していければと思いますが、なんといってもですね、表紙が、令和闘魂三銃士という、3人が取り上げられていて、闘魂三銃士っていう名前にちょっと思い入れがあったりするので、そのことも話していければと思います。よかったら最後までお付き合いいただければと思います。まず最初にですね、目次ですが、まず令和闘魂三銃士ということについて話していければと思います。で、二つ目が東京女子のビッグマッチですね、大田区総合体育大会について話していきます。で、最後、その後他に気になった記事に触れた上で、最後にですね、DDT の両国時間大会が近づいてきている中で、クリス・ブルックス、で、両国大会のメインイベントで日野祐二に挑戦するクリス・ブルックスの後2週について話していければと思います。それでは最後までお付き合いいただければと思います。で、一つ目ですね、令和闘魂三銃士に関して、10年単位で見て楽しむのが良さそうということを書きました。で、表紙にですね、令和闘魂三銃士になった3人が書いてあるんですけど、新日本プロレスがまずプレスリリースを出しました。こういう文章だったんですけど、令和になってから活躍が目覚ましい海野翔太選手、成田蓮選手、辻陽太選手に関しまして、新日本プロレスでは令和闘魂三銃士として命名することになりました。闘魂三銃士とは、1988年当時、同期の武藤敬司選手、長野正弘選手、橋本慎也選手によって結成され、一時代を築いたユニットの故障。その後、2004年には同世代の棚橋宏選手、中村慎介選手、柴田勝頼選手が新闘魂三銃士と命名されています。令和の新世代を担う、令和闘魂三銃士、海野翔太選手、成田蓮選手、辻陽太選手への応援を今後ともよろしくお願いします。こういう文章ですね。で、結構3人とも嫌がっているというか、くくらないでほしいっていうことを、SNS であったり、あとは雑誌の記事の中で話しているんですけど、これ見てやっぱり思い出すのは、自分自身が同世代、結構世代だったのは、闘魂三銃士ではなくて、新闘魂三銃士の方ですね。棚橋宏、中村慎介、柴田勝頼、この3人でしたと。で、これなった時にですね、もう中村慎介と柴田勝頼は、仲悪かったこともあって、本当にくくるなというふうに怒りをあらわにしていて、棚橋だけが、いいんじゃねみたいな感じだったという思い出があるのと、むしろ棚橋よりも中村と柴田がこれについてバチバチだったっていう曲があります。で、この思い入れというか、この、闘魂三銃士というくくりに関して、10年単位で見て楽しむのがいいのかなと思っているのは、結局、その当時はものすごく嫌がってたんですけど、柴田勝頼が外に出て、新日本プロレスに帰ってきた時に、やっぱりこの3人戦うとか、組むとか、っていうのを期待してしまった自分がいるし、ファンも、闘魂三銃士、新闘魂三銃士、というくぐりの中で物語を感じるっていうのは、意味があったことなのかなというふうに思いますし、このくくりが良くも悪くも印象に残っていくんじゃないかなというふうに思います。で、ドラゴンノートという棚橋宏の連載があるんですけど、その中で、令和三闘魂三、新闘魂三銃士を思い出しつつ、令和闘魂三銃士を語ると、話していたんですけど、その中で闘魂、この新闘魂三銃士を肯定した人間として、新闘魂三銃士も今となればいい区切りでしたよねと聞かれて、返しとして、今となってはいいですよと返しています。この物語、この中でも言う棚橋選手が言っているんですけど、物語の一つのスパイスというか、きっかけになるので、良くも悪くも、その3人でくくられてみるということは面白いんじゃないかってことを話していて、確かにそうだなというふうに思いました。なので今すぐに何か物語がすぐ送り出すってやっぱ難しいとは思うんですけど、10年だったり20年単位でずっと見ていく中で面白みをさらに感じられるんじゃないかなというふうに思うくりですね。ちょっと新日本プロレス現場で見れてないので、G1 どっかで行きたいなと思いつつも、行けなそうですけど、はい、この3人見れるときに見ていきたいなというふうに思いました。では次ですね。二つ目、伊藤、牧は水木をというところで、東京女子プロレスのビッグマッチですね。大田区総合体育館大会について話していきます。7.8 ですね。で、辰巳梨花、最
後にですね、メインイベントに伊藤真希と水木の試合について話していこうと思うんですけど、それ以外も結構いい試合があって、まあ、辰巳梨花と愛の雪のセミファイナルですね、インターナショナルプリンセス王子だ。試合についても、5分11秒ですごい熱い試合をしたなというふうに思います。で、愛の雪の言葉ですね。私はまだベルト巻く器じゃなかった。それはこの結果だと思います。と言いつつも、今までで一番練習できた、一番楽しかった感じで練習できたと思います。というふうに話しています。確かに、この試合は見応えというか、もうバッチバチというか、もうぶつかり合って二人が、印象に残った試合だったので、確かに完全燃焼していたというか、まあ、すごい印象に残った試合でした。で、他にもですね、山下美優が怖さを見せて、まあ、ソーヤレックに勝ったり、アップアップガールズ括弧プロレスのノア光はバートビッグ戦、で、また美優はナイラローズに敗れた、というような、詳しい外国人との試合もありました。あとは、中野ジュリアですね、まあ、復帰、ピックが特徴的な、まあ、選手ですけど、復帰しましたし、アジャコングとマックス・ジンペイラーという怪物対決もいつも通り盛り上がったな、というふうに思います。で、なんといってもメインイベントですね。東京女子の、シングルの頂点である、プリンセス・オブ・プリンセス・オーザ、試合で、まあ、切ない色完結ということで、6年間の重たいの集大成という見出しになっていました。で、伊藤真希と水木ですね。昔タッグを組んでいた。で、伊藤真希が水木に嫉妬していたと。いう話す。で、今は伊藤真希は伊藤真希で自分の世界を築いて、水木は王者になったというこの中で試合がありましたと。で、試合のクライマックスというか、決着のシーンとその後の伊藤真希のマイクアピールありますので見ていただければと思います。結果としては、水木がですね、QT スペシャルで伊藤真希に勝利した試合でした。で、この、もちろん、試合の内容もとっても良かったんですけど、最後のですね、伊藤真希が水木に対して声を振り絞った、この言葉っていうのはすごい思って、まあ、お前をライバルとは思っていない、ライバルというか、伊藤はお前を心からリスペクトしているよ。本当におめでとう。これからも一緒に戦っててくださいというふうに話していました。なんか、いろんな思いが詰まっている言葉だなと思いますし、お互いがお互い認めているということも伝わってくるいいシーンだったなと思います。なんか伊藤まではこういうことをやると珍しい、なんか怒りとかを表すのが上手な選手だなというふうに思うんですけど、このように言葉を丁寧に話すっていうのは珍しいなと思って印象的に思いましたし、すごい良かったなというふうに思います。で、この後ですね、結構不思議だったのが、東京女子プロレースってビッグマッチになると、最後、締めた後に、まあ、エンドロール的にですね、全選手が出てきて、ありがとうございましたと、いうふうに壇上で言って終わるということが多いんですけど、今回なくて、そのまま水木が一人で手を挙げて退場すると。で、大会が終わったという形でした。で、なんでなのかなというふうに思っていて、東京女子プロレスからちょっと謎かけなのかなと。みんなで挨拶せずに水木一人で撤退する、撤収する。謎かけなのかなと思いました。なんかまあ会場の時間とかもあったのかもしれないんですけど、ちょっと不思議だなというふうに思いました。で、二つぐらい、まあ理由として考えられるのかなと思うのは、まあ、まず一つ目、三つですね。一つ目は会場の時間みたいな、その制約ですね。まあそんなことはないと思うんですけど、はい。二つ目が、まあ、伊藤真希が相手だったからなのかなというふうに思いましたと。で、フリーに近い相手、フリーに近い状態ですね。東京都市にも参戦してるんですけど、海外にもかなり行っていて、
いろんなとこで戦っていく伊藤真希、勝った時に、真ん中で挨拶するってちょっと違和感が出てきているのかなというふうに思って、この二人のカードだったら、まあ、締めは勝った人一人だろうということになったんじゃないかなというふうにちょっと思いました。で、なんだろうな。伊藤真希、まあ、水木が勝ったからいいじゃないかみたいなのがあると思うんですけど、伊藤真希が勝つこともあると思うので、その中で、まあ、どっちか、今後、東京女子プロレスってどっちか勝った時に全員で攻めるのが違和感がある状態になると、一人の締めになっていくのかなというふうに思いました。これが二つ目の話。で、三つ目の候補としては、もう今後、東京女子がこういうふうになっていく。戦いを見せていく団体になる。ですね。ありがとうございましたっていう、みんながいい気持ちというか、いい気分になる、ハッピーになるみたいなのは、毎回そうならないことも出てくるのかなと思っていて、この東京女子プロレスらしさのみんなで仲良く、ちょっとアイドルっぽいプロレスっていうところから、少しずつ変わっていくきっかけにしたいのかなとも、ちょっと思ってます。まだまだ、初めてこうなっただけなので、まあ次の大会がすごい気になって、次のビッグマッチがあるので、そこでどういう風に締めるのかなっていうのは興味を見ていきたいという風に思います。で次ですね、他の気になった記事ということで、まあ大会のレポートにいくつかあったので気になったところを話していければという風に思います。で、7.9 スターダムに関しては、世代闘争、ユニット構想もあるんですけど、スターダムは今世代闘争も並行してやっていて、若手というか、新世代のマイカが、ジュリアに敗れて、悔しい中で5スターグランプリに突入していくというところで、この、イルミネーションマッチで、みんな、オーバートザトップロープで、退場していくんですけど、すごいこの攻防が見事あったな、なんてことは記事からも伝わってました。で、大江戸隊を、追放された、鹿島咲が、ごっざいに入って、まあ、変わらない鹿島咲らしさを見せているというのも印象的でした。7.7、ドラゴンゲートですね。キングオブゲートが開幕して、王者の菊田がですね、望月正明を破ると。まあ、ドラゴンゲートのレジェンドと言ってもいいと思いますけど、を破って、で、ビッグボス清水が俊介岡を破ると。とも、何ですかね、ちょっとくすぶっているビッグボス清水が、若手の、もう実力派言っていいでしょう。俊介岡を破るっていうのは結構、インパクトがあった出来事なんじゃないかなと思います。で、7.9 のガンプロですね。東京女子の翌日の大田区総合体育館大会ですけど、小高勇が渡瀬瑞希を破って、バサラにですね、スピードオブ頑張れ、世界無差別王座を持ち帰ると。まあ、逆に言うと、ガンプロの、トップのベルトが、また団体、他団体に流出しまったということですね。ただこの試合もすごい見応えがあった試合だったし、小高勇のキックはすごい切れてたので、まあ、現場で見たかったなというふうに思います。で、7.8 対2。プロレスは橋本大地と鈴木みのる交わる。もう子供の頃に戦ってみたいって話した。橋本大地が鈴木みのると本当に交わるという、まあ、プロレスらしい物語なんじゃないかなと思います。7.6 フリーダムズね。で、平田と藤田みのるの KFC 王座戦のもう、デスマッチだったんですけど、雑誌の見るだけでも、この試合やばみたいな、試合だったんですね。はい。あと 8.11 横浜武道館、ビッグマッチフリーダムズもやるので、ここで葛西潤とエルデスペラートが、タッグを組むというので、エルデスペラートが、まあ、デスマッチだったり、こういう試合形式で、新日本プロレスにいながら名を上げていくっていう新しいパターンだな、というふうに思います。これぐらいがですね、気になった記事です。で、次ですけど、クリス・ブルックスの後にしはどうなるのかという最後のトピックに移ります。で、7.7、これも現場で見に行ったんですけど、七夕スペシャルと。というところで、DDT が新宿フェイスでですね、大会しました。で、ここにですね、エルデスペラードが来て、佐々木大輔と対峙して、7.23 リオクリカに向かうという、このビッグハプニングというか、大きなプレゼントが、サプライズがあったんですけど、あとメインイベントですね、クリス・ブルックスが復帰戦という形で調整する日野裕二と、アタックマッチでぶつかりました。で、かなりですね、日野裕二が、挑発をしていて、あ、これクリス・ブルックスこの試合勝つんじゃないかなと思ったんですけど、結構一方的に、日野裕二がクリス・ブルックスから直接、勝ちを収めるという結果になりました。結構びっくりしました。あ、こうなっちゃうかと。で、まあ、確かに、クリスの
肩の調子ってまだ上がってなさそうな感じもしましたし、これどうなるんだろうなっていうふうに不安に思いました。で、やっぱその中でプロレスラーとしての物語ですけど、まあ、あと2週間の中で、クリスプスが何ができるかと書かれていました。まあ、2週間前は肩も上がらなかったし、ウェイトリングもできなかったし、プロレスもできなかった。でも、プロレスができるようになったと2週間。じゃあ、両国までの2週間どうなるのかっていう話をして、確かに、どういう、まあ、物語の終着点を見るのか、まあ、両国がクリス応援一色になるんじゃないかな、というふうに思ってるんですけど、現場でこの結末は楽しみたいな、というふうに思います。はい。で、今日の記事は以上と、ご紹介は以上となります。まあ、令和東高三十種の話、伊藤真希と水木の関係性が一旦物語として、ピリオドじゃないですね。格闘点だともう途中の点が打たれたのかな、という。で、他の気になった記事を話して、最後に、もう、一週間切った、両国リカン大会に向けたクリスブレックスはどうなるのかってことを楽しみに、話をしてきました。はい。また来週ですね、シュープロを読んで、気になった記事を話していければというふうに思っております。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。